こんにちはのぶ吉岡ですのぶジャイブファミリージャイブ動画講座始まります本日のテーマ本日のテーマは倒れ込みない系っていうちょっとで動画を作りましたそれもねなんだろうなんだろうってことはないかちょっと昔から昔っていうかちょっともう1年前ぐらいから2年前ぐらいからちょっと練習してきていつかはホワーリー期したいよね っっっててていうちょととお話をねねずっとしした方です、えー、そして、ね、先週かな、えー、先週ちょっと倒れ込み内傾講座、えー、セミナーっていうのを、えー、私は行いました、えー、ファミリーさん限定でね行ったんですけどもこれね、えー、来れる方は来れたんですけども来れない方も結構いましたので、えー、ちょっと動画でねどのくらい変わったか えー、そしてね、えー、その倒れ込み内血というのはどういうものかということをね、ちょっとお伝えしていきたいと思います。でこれ、倒れ込み内っていうのは何に必要かというと、実はとマストがこうやって前に出るホアレーキ、ジャイブには、えー、倒れ込み内っていうのはこれ必ず必要になってくるんですよね、えー。それの倒れ込み内径をすることによって、本当にこうマストが前に出やすくなる。 根本的な原理としては体が内側に倒れるからマストが、えー、それと同時に倒れる。だからセールを出すからっていうことではないですね。セールを出しただけでも体が、えー、倒れ込みなきで倒れていなければ、これはホワイートーキンにやらない。ならないですよね。えー、結局失速してしまう、えー、ただ単の普通のジャグになってしまうわけです。えー、これのね、えー、ちょっと違いをもう手に入れましたんで、ちょっと見てください。ちょっと私も嬉しいんでね。 ここまで来たかみたいな感じなのでちょっと見てくださいね。でまず、えー、これはもう,うん3か月三か月ぐらい前かな。ここのところ最近ね、えー、みんなこの倒れ系の前からセミナーを行ったら突然みんな来始めたんですね。<laughs> これすごいですよ、えー。体のコンバージョンと倒れルみないっていうこの2つのセミナーを行って、えー、体で落とし込んでもらった。そしたら ぐわんと急に来たぞーって来た来たーみたいな、もうみんなで手をいて大喜びみたいな、ちょっと話がって、バチ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 、やったーやったーっ,つってね、そういう感じなんで、ちょっと見てください。でこれ3ヶ月前のちょっと動画をちょっとお送りします。えー、こんな感じのジャイブをしてました。えー、まあ、普通にうまいです。ストラップインジャイブして、えー、マスト前さばきで。えー、でもまだね、こう、ホアレイキじゃないっていうところなんですね、ちょっと見てください。はい。ギューっと来た。うん。おー。 結構見てます。これ3.2か ?3.3 か ?4.2 かっていう感じですね。ボードが75リッターぐらいだったのかな。はい。ぐーっとして、ほら。おー。普通にジャイブうまいじゃないですか。<laughs> 普通にジャイブうまいじゃないですかって話なんですよ。でも。えー、これが、でも、まあ、あのー、マスが降って出るほわれキにはまだノーマルジャイブ。えー、麗なノーマルジャイブっていう感じですね。そして前さばき。 いいう形でなってます、はい、でここでどうなったかというところをちょっと見ていきたいと思います。えー、どの辺がいいかなここまずこっ,ちあうんこっちにしよう。<laughs> こっちからいきます。これあのセミナーを受けた先週ですね。えー、その後の、えー、ジャイブです。見てください。びっくりします。えー、いいですか、はいとたはい、これセールが3.7かな結構吹いてますね。 ぐーっと来て、ぐーっと、おっとこれ、これ、ただ単に失敗だと思うじゃないですか。セミナー受けた後に。体を見てください。セールじゃないです。体を見てください。そこで多分ね、分かると思います。だからセミナーでね、体が倒れるくってね、ゴムチューブでやってる、あのー、練習ありましたよね。あれで体がこのくらい倒れるんだっていうのをね、感覚で,使んですからすそして、えー、その後に、えー、一発目ですね。一発目のジャイブの時に、おお、誰か入ってきた。<laughs> いいですか これ、ね、うこうやって見てください。こういいですか、ね、今までと全く違います。引き込み。だからセールの引き込みは全然違います。こんなに。ええ、で来てください、見てください。本当はもっと引き込んでい,いのかなはい、ほら、体がこの時点でもう倒れてるんです。ボードもこう、ほら、風下側に倒れてるんです。これ、倒れ込み内径によって起こる原理なんですよね。現象なんですね。ほら今までは体が立ってたんです。さっきの,のノーマルジャブ見てもらうと分かると思うんですけども、この体が立つなんです、ね。 見てください。このマストとこの背骨のラインが一緒なんですよ。私の大好きなこの形。こう、こう。体が倒れて内径に内側、たれ込み内径になるから、えー、ここの距離が、マストと体の距離が変わらないものですから、一緒になる。ということなんです。こういうことなんですね。ここ、もう形はもう失敗しようがないでしょうが関係ないんです。この形、たれ込み内径ができるかできないかです。これさえ身につけあの、体に落とし込んでもらえれば、 必ずホワレキツならできるんですよね。この形っていうのはやっぱりね、あのセミナーでね、あのお店のこうなんだうジャイブマシンみたいのでちょっとやって、えー、っとあのやったんですけどもね、それで形を覚えた、初めて、うわこんなに内側に取り込むのっていうことを分かった時点で初めてそのあとにやった、えー、ジャイブです。いいですか。ほら、倒れて倒れて 倒れてる。ね、うわー、来ちゃったって、ほら、もうフォアレーキ、本当にリーバイ・サイバーとかね、そういう超一流のジャイブの入り方ですじゃないですか。これ、体が立ってて、セールだけ使い打つ人っは結構多いんですよ。ただ、この背骨のライン、このすね、えー、のライン、えー、マストのライン、ほら、ほぼ一緒なんです。逆に言うと、これは体の方が入ってるぐらい、すっごいことなんですよ。体が入ることって、レールも完璧に入ってます。今までレール、なかなか入らなかったんですよ。 えー、意識しても、こんだけレールが入ったんです。だからこれ、失敗関係ないです、このあと。このあとね、パーンと内側に倒れ込んだ。これ、多分ね、スピードがなかったです、ね。スピードがあったらそのまま行っちゃうんですよね。と、えー、いうことなんです。で、このあと、えー、最初ねこう、セミナーでやって、体をすごいもう45度よりもっと深くこうやって倒し込んだ練習をしてたわけです。で、一発目、あのくらい倒れした だからちょっと倒れすぎっていう、最初にしちゃたら倒れすぎ。本来は慣れてきたらあそこまで行くんですけどね。で、次の動画ちょっと見てもらうと分かりますけども、ちょっと見てみましょうか。これもすごいんですよ。ヒュッと。いきます。ピューッと来て、倒れ込めないけ。おーっと来た、ほら。ほら、これもチンしてますよね。もう全然問題ないです。このチンは素晴らしいチンなんですね。ねで、ここで見てもらうと、これは細かく見ると分かりますけど。はい。 これ体のコンバージョン、前足に体入れ替えました。で、ここから引き込みました。で、今まではねこ、このぐらいだったんですね、倒れ込み内けっていうか、あのこう内形自体が。だから結局、ここ、体が立,立ち気味。で、この後に見てもらうと分かるけど、おら、体倒れてきた。きた。まあ、本当はね先、えー、さっきのぐらい、本当は倒れればもっとすごいんですけども、まあ、このぐらい倒れてきた。ひゅっ、ぐっ いいですかほら、体がもう内側に倒れてるんです。この角度とこのマスト。だからもうこの時点で垂直より内側に倒れてますから、これ倒れ込みないければ必ず出るんですよ。体が入ると。そうもうこれフォアレーキなんですよ、実言と。垂直より前に出てますから。これ完璧にもうフォアレーキなんですよ。ね、で、これが先ほどみたいにもっと倒れればマストも倒れる。だからセールを出しただけじゃダメなんですよね。体なんですよ。問題は体。 ほら、完璧に内側入ってます。ほら、で、ここから、えー、また、こう、セールを開始始める。まあ、この辺はいいか。とにかくね、えー、この引き込みから、このね、倒れ込みだけやることによって、ね、引き込みっていうのが結構楽にできるようなんですね。ほら、ほら、これ完璧に内側に来てます。もうレール入ってます。もうこれが素晴らしいんですよ。えー、で、あとはこれから角度をどん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 深くすればいいだけ。ここで一歩、もう踏み出してますんで、あとは行くだけなんです。 何回か練習してどん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 前にこう体が内傾するたるくみ内傾をするっていう意識をもっともっと強く持つだけでいいんですねでここでせだけヒュッと出すようなこう変な癖がつくとまたこあの進化止まっちゃうので、えー、必ず体が入るっていうイメージでこれから練習していくこれを見てる方もねせいろ出すっついうのはそんな比較的難しくないんですよねせいだけフッと出せば出ちゃうんです ただ、えー、失速してしまう。だから失速してしてまったらジャイブの本当のこう、えー、意味がない、えー、本末転倒ということになっちゃうわけですね。えー、だからそうならないように,にするにはいかにレールをキープするっていうのはボードの上に乗った体なんです体の軸で内径でレールを入れるっていうことが重要なんですよね。 セールで入れるわけじゃない。セールだけやったらなかなかこれ入らないす。結局体で入れるしかないっていう話なので、そこだけの基本的なことだけは絶対にこれは忘れないで頭に入れてください。ほら、きたー、頭入ったー、体入った。ね、もうこんだけ入ったらほら、もうマストがほわーキなんですよ。本当とにほわーキなんです、これ。これでもほわーキなんです。で、あとはもっと体が内側に倒れ込むによってもっとレールがギャーッと入るわけですね,ね。っていうことなんですお。ほら、かっこよくないですか、これ。 ほら、これ完璧にフォアレーキですよね。<laughs> すっごいかっこいい、えー。だからノーマルジャイブでもね、一緒なんですけども、これ、もう真っ出てますから、フォアレーキノーマルジャイブっていう、もう呼んじゃいましょう。えー、そうなんですね、えー。こういう形です。で、あとはセいろを返す。っていうね、この形をちょっと見てみましょうよ。かっこよすぎですよね、少しね。ほら、来てる。 いいじゃないですえーね、おお言ってもしょうがないので、えー、本日の、えー、対面コーチングの、えー、テーマは「倒れ込みないけ」っていうことですねこれを練習することによって、えー、マストが前に出るフォアレーキを手に入れてしまったっていうちょっと話なんですね本当に手に入れちゃったみたいな。 もう本人ニコニコして嬉しくてしょうがないですよ、これね。<laughs> えーあのー、写真の方中でもね、もうニコ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 して乗ってますの、ね、で、本当に楽しくてしょうがない。ここ、これから進化がもう一気に早まりますからね、えー。今まで一生懸命一つ一つ積み重ねて、カメルうに一歩一歩来てたわけですね。点と点を一生懸命形を作りながら。で、これで一気に線がつながりますので、あとはもう、その、なんだろう、電車でとレールに乗って、 もう頂上まで突っ走るっていうところまでも来ちゃいましたね。えー、もう家計規定者じゃないですね。えー、多分なんとか特急、な、え、ん、ー、とか特急っていうか、なんだろう、えー、通勤快速みたいな、えー、そこからさら、えー、に加速する可能性もあります。新幹線になっちゃう可能性もありますけども、えー、そんな感じですね。これれこ身につければもうあとは もう行くしかないです。どんどん先に行きます。頂点目指して、リバイサイバー、レディースリバァイサイバー目指して、頑張っていきましょう。私もできる限り力を貸しますので、頑張っていきましょう。皆さんも、この倒れ込みないけによって、ホアレーキになるっていう、このね、証拠の動画、対面コーチングっていうのをちょっと見ていただいて、お俺もやるぞみたいな、そこか勝負はそこかみたいな。 とにかく形を作るっていうことを、えー、一生懸命練習してください、えー。本日も動画解説見ていただき本当にありがとうございました。では、えー、早速 MTT メジャーの上で皆様倒れ気のない系を練習しましょう。